こんにちは、ビハニア株式会社の松村です。今日ですね、ちょっと一つやらかしてしまったんですよ。それ何かと言いますと、名刺を切らしてしまうというですね、これ営業あるあるかと思うんですけども、いや、予備は持っていたんですよ。名刺ケースがあって、でバッグにも予備があって、しかもですね、その上に財布にも予備の予備があったんですよ。でもですね、ちょうどバッグの予備がほとんどなくなるところで、予備の予備の財布のところもですね、ほとんど使ってしまいまして、その結果ですね、切れてしまったというところで、非常に申し訳ないことをしてしまったなと私は思いました。なので、皆さんですね、これどうしたら皆さん解決できるんですかね。やっぱ一番いいのは毎回毎回チェックすることだと思うんですけども、それもですね、めんどくさいというか、なかなかですね、実践できないものもありまして、かといってですね、名刺、全て持ち歩くというのも、それもそれでまた面倒もあったりもしまして、なのでですね、予備の予備ぐらいまで用意しておいて、なおかつそこに、1枚じゃなく、5枚ぐらいあれば十分じゃないかなと思います。それぐらいあれば。さすがに1日で切れることはないと思います。ただですね、弊社今度は交流会やるんですよ。12月12日に。これ200人規模でやるんで、もしですね、参加したいという方がいらっしゃいましたら、その場合にはですね、足りませんから、全然足りませんから、いっぱい持ってきてください。経営者限定なのでですね、非常に良いつながりができるかと思います。そっちはですね、別の動画でも話しているので、チェックしてみていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。